何も発言できない。これはどこに入れたんだ。とりあえずちゃんとさっさん追放してみるか、ちょっとお試しで。一緒か、幽霊でだからな、タスク終わってないの。あれしかなかったよな。イエイ、黒、黒紫茶、黒紫茶緑青、黒紫、黒、黒紫茶色赤、いいか。黒紫茶色赤緑、緑黒紫、まずは今日緑黒紫、はい、これ最後よっけよ。オレンジ、オレンジ黄色、あ、死んでないか。はい、あ、死んでる。うわ、うわ、マジかい。うわ、え、最終地どこだこれ、わかんねえ。塩酸の死体位置分かってます。どこですか、どこですか。いや、それ聞く前にアベレージさんどうやって落ちました。え、僕ですか。はい、どうやって、どのルートで押しました。カフェテリアのことですか。いや、ボタンどうやって押しました。あ、まず、エレクトリカル直したの阿部です、はい、で、その後に、まあ、普通に停電終わったんでカフェテリア押しに行きました。まあ、なんで、普通にどういうルートでってことですよ、はい、あ、その前か、どういう、いや、どういう順、道順でってことですは、カフェテリア、アッパーエンジン、ロアーエンジン、ストレージですね。カフェテリア、アッパーエンジン、わかりました。ですね、原産の死体セキュリティにあります。で、私アドミン見てたんですけど、はい、セキュリティ2の、になったタイミングからメドベイに移動してるんで、うん、メドベイに、まあ、誰かいるのかなと思って見に行ったんですけど、うん、いませんでした。多分ベッドの中にいますってなると、うん、エレクトリカルか出たかベッドのままかだと思って。多分メドベイ行き私ですよ多分。俺多分、そうなんですか。なんかあ、じゃあ最終地じゃないです。あの、多分先ほどのすれ違ったよね、多分カフェテリアのあたりで一瞬チラッと見えたような気がする。で、セキュリティも誰か見てましたよ多分。あのメドベイに入る砂ザメをセキュリティで誰かというか見てたと思う。それ原産でしょ。うん、あ、そっか、砂ザメさんかな。俺、あ、ちなみに報告します。はい、どうぞ。竹田さん、エレンを送ってましたよね、砂ザメさん。よく見えました、はい。一瞬すれ違ったんで。 ちなみに、なんかメドベイからの弁当かなと思って砂ザメさん違うかなと思ったんですけど、ロアエンジンに僕いた時に、うん、上から砂ザメさんが降りてきて、うん、合ってますね最後。あ、ロアエンジン最初に、ね、エレクトリカルからのロアですね最後。あ、そうなんだ、ごめんなさい。じゃあ僕もそれは見せ、うん、だけど僕停電中にこれ左、うん、停電起こってるってことは左側に死体あるんじゃないかと思って行こうとしたら、砂ザメさんがレッドベイの方向から来たから、うん、これは殺されると思って、うん、エレクトリカル向かって、うん、出て左側チェックしに行こうとしたら、砂ザメさんがめっちゃ後ろがついてきて怖かったです。この認識は同じです。僕も目があって死んだと思いました。なるほど。ごめんなさい、私今どういう感じで疑われてるのかがあんまりよく分かってない。いや、分かるでしょ、疑われ方は。疑われ方は分かるでしょ。しらばっくれてるな、これは。はい、あ、ごめんなさい、ちょっとあの、どこが、いや、いやいや、さすがに疑われ方は分かるんじゃないですか。左側で死んでるのが確定してるから、うん、左から出てきた砂ザメさんが怪しいっていう。あの、メドベイから出てきて、あ、メドベイから、停電前にメドベイから出てきたから怪しいっていうことで合ってます。じゃあ逆に初手左行ったんですよね、砂ザメさん多分。はい、他に誰かいましたか。あ、初手はアドミンです。初手は確かにアドミンにいましたけど、アドミンでメドベイ1が見えたから、うん、メドベイに行きました。で、行ってる途中はまだ停電が起こってないです。で、カメラが光ったんですよね。でカメラが光ってるのを見てメドベイに入り、あ、死体ないなって言って出てきたあたりが確か停電だったかな。で、一瞬視界の端に竹雄くん茶色っぽいのが映ったから、多分、その覚えててそのまま下に行ってストレージ、
エレキクトリカルにごめんなさい寄ったか寄ってないかがちょっとうろ覚えで、ロアエンジンが最終地点です。武雄さんの違和感で多分自分が見えてるか見えてないかってことですよね。いや、それもあるんですけど、そこが疑われてる、ちょっと待ってください。アドミンで見てた時に、うん、スタンザメさんがアドミンで見てた時にメドベイ1だったんですよね。じゃあその1はどこにあったんですか。いや、わかんないです。ああ、そういうことね。一番最初メドベイに入った方いますか。あ、一番最初入りました。一番最初入って、で、その後にリアクターで作業しようとしたら停電したんで、一番最初にエレクトリカル着きました。で、俺、最終地点がエレクトリカルの奥のタスクやってたんですけど、うん、あの、停電になった時に向かったら、青のマシャカリさんと黄色のアベリーさんが直してて、で、ちょうどもう行った時にもう直し終わってたんです。で、二人はそのまま出てって、で、自分そのまま奥のタスクやってました。で、アベリーさんが緊急タスクをしたって、うん。基本的にもセキュリティに死体がある前提だから私が怪しいってことか。で、合ってます。私が怪しまれてる理由ってセキュリティに位置したいがあるからの大前提ってことですよね。で、合ってますか。まあ、確認したわけじゃないですけど多分そうなんじゃないですか。了解です。ああ、了解です。であれば確かに私容疑者1だわ。もう一回話すか。これ誰かペアした方がいいんじゃないですか。もう一回話しましょう。話しましょう。アベレージさんおっしゃし、はい、アベレージ砂ためなんじゃないのこれ。はい、あ、ごめんなさい、さっきセンタンさん最後なんて言ってました。初動の動きで左側に行った人いますか。赤は行ってないです。みんな行ってない。じゃあゲンさんは左行ってる。そうですね、うん、で右めっちゃいましたよね、うん、うんうん、レイジさんは見てないな。レイジさん、スナダメさん見てない。あ、私アドミンです。あ、アドミンにいたの確認してます。シャカリさんも見てないか、竹尾さんも見てないけど、他の人多分ほぼ全員右行ってたんじゃないかな。うん、うん、あ、じゃあもう最終位置行ってけばいいんじゃないですか。そしたらそれで多分釣れますよ。そうですね、アベレージさんがおっしゃった時の話ですよね。竹尾なんですけど、はい、僕アベレージさんとスナザメさんは結構怪しいなと思って、ね、アベレージさんがリアクターにいて、うん、で原産の死体の位置なんですけど、セキュリティの出るところだったんで、リアクターから出たときにレポート光るんじゃないかなと思うんですよ。あ、もう見たんですか、死体を。そうです、そうです。あ、見たんだ。うん、あ、じゃあ確定か。見たけど、竹雄さんは報告しないで、アベレージさんが会議をしたので、なったんですよね。間に合わなかったってことね。あ、そうです。あ、だから、メドベイから出た私が怪しいのか。で、あと、アベレージさんが、その、リアクターから、はい、殺害して、うん、エレクトリカル直したとしても死体を消したかったから押したんじゃないかっていう疑惑が私の。いや、でもそれは全然合ってると思います、その怪しむ目線としては。竹尾君視点は整理できたのか。あ、じゃあ私を疑うのは分かるわ。なるほど。まあ、アベレージさんと砂根さんの二郎なんじゃないのこれ。まあ、竹尾さんの証言が正しかったらですけど、うんうんうん、結局死体の位置が分かんないし、うん、でも竹尾さん以外に見てる方っているんですか、そのアドミンを。ないっす。でも整合性はすごい取れてますね。そうで、竹尾さんのメリットないっすよね、うんうん、あんまり。確かに、うん、確かに私も容疑者1なんで、なんと正直何も発言できない。どこに入れたんだ。とりあえずアベリさんとサナさん追放してみるか、ちょっとお試しで。出た出た。そうですね、私容疑者1だわ、確かに。そっちにそんなライブなの。とりあえず、先端さんと、誰だっけ、竹尾さんか、めっちゃ釣りたがってたんで、そこは怪しんでください。はい。ちょっと試しに釣ってみるか、たまには。たまには釣ってみるか、これ。間違ってたら、ちょっと申し訳ないけど。ていうく、はい、もしもし、お試し追放してみますか。行ってみるか。私もちょっと正直メドベイから出たのが怪しいのが、もう容疑者の殺害ができた位置ってことですよね。うんうん、まあ、で、それに関しては反論ができないですよね。うん、うん、違ったら申し訳ないな。あ、だから本当にアドミン見ました、メドベイに位置ありました、行きました、あ、カメラ光ってる、入りました、出ました、竹尾くんと停電中一瞬すれ違いました、なので、うん、まあ、え、どういうことかってことは、みんな目線だとアドミン行った後にメドベイに行って、
ベントでセキュリティに移動して、うん、キルしてまたメドベイに戻って私が出てきて、うん、タケオ君とすれ違ったってことか。まあ、これでもう砂ザメさん釣ってね、アブレイさんと砂ザメさんでしただったらすごい面白いですけど、まあ、アブレイさんが言ったようにタケオさんとセンターさんがちょっと釣りたがってたんだって融合もあるんで、うん、まあ安全に行くならタケオさんかセンターさんどっちか殺しといた方が面白いかなと思いますけど、まあ、それまあだから要するにでも一応私がそのメドベイに入ってセキュリティに移動してキルしてまたメドベイに戻ってきてみたいにまあ見えちゃってる位置ってことですよね。じゃあタケオさんためでペアで行動するってどうですか。あたうんいいんじゃないですか。オレンジと茶色が僕はもう入れました。サナダメさんにアベレイさん容疑者がアベレイさんとサナダメさんだから、あとエレクトリカル入ってないか入ってるからうろ覚えって聞いたんでちょっと怪しいなと思ったんでサナダメさん入れちゃいました。おあとあそうか、要するにエレクトリカルに入ってベントに移動してセキュリティで殺したってことか。そうそうそう、それもあると思う。じゃあペアで収めになったら竹雄さんに誰かついてもらって僕誰かついてもらってもいいですよ。じゃあ僕竹雄さんにつきます。はい、じゃあレプチンさんと僕がいいかな、うん、多分。はい、あれごめんなさい、私は誰とペア。あ容疑者位置に入っちゃったっていう感じです。そうですね、はい、ちょうど狼2人が左側でみんな右いるっていう地獄みたいな状況だ。そう、たまたま私もアドミンであのメドベイ位置が見えたから誰か浮いてる人殺しに行こうって言ってメドベイに行ったら誰もいなくって、うん、ただ停電になったんで、まあ、停電直してるふりしなくちゃ怪しいなと思ってエレクトリカルに向かってローアエンジンでビーってなったっていう、まあ、言った通りのまんまです。その時にセキュリティ本当に無罪だったのか。その時にセキュリティがあったんで私ができた位置に入っちゃったんですよね。ああなるほど、はい、だからまあ当ててねえなと思ったって。シンプルにアンラッキーだったという感じがします。で私はメドベイ入ったのをセキュリティで見られたの確認していったんで、うんうん、あここはツナダメが誰かメドベイに入って出てったって砂溜めが目の前に入ってすぐ出てったよっていうのを、まあ、誰か証言してくれれば助かるかなと思ったらゲンさんかよって思っちゃっていやーちょっと噛み合わなかったみたい。あとやっぱ切り捨ててもらえればよかったんですけど、やっぱり砂溜めさん優しいからもう、あいえ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 最後までも助けてもらってかっこいいな。いやそうだからあのメドウェイ出てセキュリティ移動してまた戻って出てく時間はなかったよっていうのが分かってるのがゲンさんしかいなかったんですよね。だからうん、あ、ダメだこれ。めちゃくちゃ殺意感じたけどな殺されるって思ってあそれめっちゃわかります。僕もロアエンジンであ死んだと思いましたもんね。違ったのか。もうちょい我慢もした方がよかったな。もうゲンさんが一人でいるの見てあ、うん、つい手が出ちゃう。まあ、まさした。